はい。今日のご質問です。子供を通じて教会のイベントに参加させていただいています。お祈りやクリスチャンの方々の考え方が本当に素敵で、自然と涙がこぼれたことが幾度かありました。私の嫁ぎ先は新興宗教の信者で、私も結婚以来信者となりました。しかし、もう20年近くにもなるのになかなか本当のところが理解できずにいます。 突ぎ先で与えられた宗教だから、そこで尽くすべきだと思っていますが、聖書のことはもっと知りたいという思いもあります。これって失礼なことですかこういうご質問です。教会のイベントに参加され、心に感じるものがあったということ。素晴らしいですね。きっと神様からのお招きがあるんだと思いますよ。いつものように3つ申し上げます。第一番目に、キリスト教信仰というのは、 掲示された神の言葉、つまり聖書に対する応答のことなんですで。聖書は一般的な神の存在を証明しようとしているわけではありません。聖書は特定の神、つまり聖書の神の自己掲示の書なんです。そしてクリスチャンというのはその神がおられることを信じた人のことを言うわけです。2番目に 信仰が掲示された神の言葉への応答であるなら、神の言葉を理解せずして信仰を持つことは不可能です。つまり私は聖書に何が書いてあるかわかんないけど、とにかく信じたからクリスチャンですって、これはありえないことですね。もちろん聖書を完全に理解するのは私たち人間には不可能なことです。しかし信仰を持つために最低限知っておくべきことがあります。これを イエス・キリストの福音、イエス・キリストの福音と言います。ハーベストタイムのメッセージステーションには様々なメッセージがアップされています。初心者向けのものも多数ありますので、ぜひお聞きください。そして神の言葉を理解しようというところから始めてください。3番目に、どの宗教を選ぶかは今は決めなくていいと思います。いずれ決断の時が来るはずです。なぜなら聖書を理解すると どの宗教も同じゴールに向かっているということが実はそうではないことがわかるからです。聖書は次の3点を極めて重要なこととして伝えています。一番目、イエス・キリストは私たちの罪のために死なれた。二番目、死んで墓に葬られた。三番目、三日目によみがえられた。これが福音の内容です。今も生きておられるイエス・キリストを救い主として信じるなら罪の許しと 永遠の命を受けることができますこの質問をしてくださったことこれを機会に何が真理であるかを追求してください神様の守りと導きがありますようにお祈りをしていますではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました